そうですねあのあの最初に撮ったシーンが前日が雨とかだったの森のシーンですねああそうです雨、僕、すごい多いんですけどやることがすごい地面がぬかるんでてでも、1号なんであのどんな時もロイヤルにっていうのはすごく意識し、まうん、そこ笑うところじゃないんですけど <laughs>、はい、っていうのを意識してたのとその道中の移動がひろきさんとマッキーさんと席が近くて3人でこう喋ってる時があったんですね。 俺この2人と3人で喋ってるっていうのはもうほんとファン目線で実はめちゃめちゃテンション上がってめちゃめちゃ緊張してたっていうのそうそうだったのかなそうでした<ー>ねえ移動の3人だったっての覚えてないですかえ移<ー> <laughs> 動は、うん、あの忘れてました <laughs> いや別にあの多分喋ってた印象は全然あるんだけど移動が3人だったんだっけ、はい 三人が席が近かったんです。あ、そうだ、席が近かったんだ。はい、それがすごい、僕は幸せな思い出だなって思って喋ってたんです。<laughs> 僕たち的には日常です <laughs> <や>そうですよね。そう、だから、一ファン目線として、すごい嬉しかったなっていうのがありましたね。いやいやいはい。そうですね。現代を描く、まあ、現代近くですけれども。を描くっていうのは、すごく、僕は、あの、三日月宗近という役を、あの、演じて。 間もない頃から、あの夢見てたところなので、非常に楽しかったです。あの現代に来たら、あの行ってみたいところとかたくさんありましたので。なんか、それが夢が叶って、すごく嬉しかったですね。はい。なるほど荒牧さんは、ね、あの、あまり現代に、こう、出るというイメージはなかったというふうに、取材にも結構答えられてました、ね。はい、そうですね。まあ、だからこそ、あ、現代に出陣することって、あ、ついに来た。 というなんかすごい自分の率直な感想で <laughs> その現代で戦えるっていうのがすごい楽しみでもありましたしさだ本君と和田君ですよね、はい、でもあのアクション監督のひばりさんとも話をしたんですが和田君もさだ本君も本当にこう4年前に比べてすごい成長したねっていうことを話してました嬉しいですねで和田君もその現場での立ち振る舞いとかがもう完全にスター <laughs> めっちゃ嫌なやつや、俺こんなしいやいや、座らないんですよ、現場で、<laughs> ああ、もう伝説のスターなんじゃないかっていうぐらい、<笑><笑>意識しつつね、はい、そうなれたらいいなと思って、はい、たなんか和田君が座ってくれないと、周りの人は座りにい <laughs> や,や、やこしいやつじゃないですか <laughs> <laughs> でもなんか、本当にそういうところが、前回の映画の撮影よりも、はい、この映画の撮影現場っていうことをこう意識したこの2人の成長っていうのが、本当に見れて良かったと思います。<laughs> ありがとうございます